い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、多分フックショットがいるんやろうなっていう場所がいっぱいあったけど、一応この中でフックショットがゲットできるらしいんで、そのまま進んでいこう。もうちょこちょこマップを見ながら行こう。マップを見ながら行こうはいいんやけど、多分あの一番最初の部屋のところはフックショットがいるところよね。じゃないと絶対あんなの飛び越えれんし。え？てかさ、ここなんで撮ってない？なんかつけた。つけた。え？なんで撮ってないここ。いけるよね、普通に。え、いけんのかな？ここ行ってなかったんかな？行ったような気がする。はい、間違えた。ちょっと待って。こんなところでマンボウのマンボウ吹き寄る場合じゃないよ。いったー、はーい。助けてー。あ。え、違うって。違うって。痛い。あれ、さっきの敵は落ちてった？あ、なるほど、ここか。そういうことか。え、こっちは？あ、こっち側ってもし、え？あっち側あるやん。ない。なくなった。向こう側行きにくなった。ちょ、待って、これ私。くそ。ポンポンって行くしかないね。いや、無理やろ。ここはもう確実にダメージを受ける場所ということでよろしいのかしら。ってことは、え、ってことはどこに行けばいいんだ？やあ！やめてよ。違う。しょっちゅうオカリナを吹いてしまう。あ！ちょ、待って、体力やばいんだけど。辛い。ちょ。はい、ハート。ハート大事。ふぅ。ちょ、強化しておこう。力のかけら。うおー。よいしょ。はい。で、ハートで、ま、その辺のはフックショットがないとトレントするやろ？トレントして、こっち行って上行けるよね。え、閉まる？もしかして。あ、閉まった。マジか。痛い。え、閉まったということは？あっちのもやっつければいいんかな？そういうことではなくか？この辺、あ、動かせるやん。開いた。これで開いた剣、向こう側行ける。え？ゲゲ、また来やがった。本当に諦めの悪い野郎だ。その性格、俺様が直してやるぜ。いや、お前こそ諦め悪いよ、どんだけだよ。あー切られるー。やめてー。よいしょ。爆弾はね、十分にあるけんね。いやー、切られた。普通に、切られた。てい！よいしょ。あ、ちょっと遠かったかな？あ、届いた。全然爆風届くわ。はっ。お、いけるぞ。順調だぞ。お、やったね。え？地域賞叶わねえや。ここはひとまず退散するぜ。何？まだ？まだなの？なんかめっちゃ宝箱守っとる感が。来ないで！来ないで！ちょ、君邪魔。邪魔。よいしょ。ここでやっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。え？やっと地図を見つけたってどういうこと？さっきから地図見寄ることない？あー、そっか、さっきまでのは、あれか、自分が行ったところを行ったところが記されよるだけでってことか。あ、なるほどね。なるほどね。今更ながら。え？で、あとは、ここがボスの部屋なんやろ？他に行ける場所はどこだ？とりあえず戻って、
戻って、ここなんか鍵が必要っぽい。ここん、ボスの部屋以外は全部、あ、ここは行ってないんか。なるほどね。どこに行けばいいんだ。とりあえず潜った先もフックショット必要やったよね、これ確か。進んでいくしか。怖い。で、あっこに、まあ、ボスの部屋があるやろ。あっこ普通に動かせるんじゃないん、これ。え、動かせんの。動かせるやん。あ、ここ来たことない。これ何？なんかの仕掛け？確実になんか仕掛けじゃない？怖っ。やばい、痛い。フックショット引っ掛けるとかかな？全然関係ないかもしれんけど。よいしょ。はっ。なんか食われそう。はい、で、出てきた。痛い痛い痛い。で、ここ多分、また、ね、みんなやっつけてったら、みんなというか、この一匹だけかな。やっつけたらそこが、開くはず。あれ？開かん？こっち？え、待って、しまった。なるほど、そこに繋がっとんや。え、ってことは、あ、今まで行ったことなかった場所に繋がっとったんや。なんてこと。で、下から出てきてはいけないのね。なるほど。また行こう。行きます。はい、戻ってきた。はい、戻ってきた。よっこ。あれはやっつけれるんかな？これでならやっつけれるとか、そういう。痛い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 。全然やっつけれない。全くやっつけれない。ちょ、待って、鍵とかないよね。え、鍵ないな。あー、来ないで。え、ってここ開かんやん。どういうことだよ。いた。こっち側もあれやし。そうなのね。ってことは結局ダメということか。つら。痛い。せっかく戻ったのに。せっかく戻ったのに。今どこ？あ、今ここか。じゃあこっち結局行き止まりってことか。あれ？え？ちょ、来たー。あ、もしかしてこれ、この、なんか4つ色が違う床？これ、あれ？このマスタースカルフォン、こいつの戦う場所ってこと？多分、一個しか色が変わってないところとかは、あれなんじゃない？こいつと一回目戦う場所。で、二個色が変わっとるところは、こいつと二回目戦うところで、だって今回三回じゃないわ。今回四回目やろ。そういうことなんじゃない？これ、ドクロマークやしさ。そういうことか。なるほどね。なにこれ。なにこれ。なんか落としたよ。てかもうおらんくなった、あいつ。フックショットー、やったー。フックショットを手に入れた。ボヨヨーンと伸ばして使おう。嬉しい。これで行ける場所がめちゃくちゃ広がったやん。やったー。行けんかった場所めっちゃ行こう。あー、まずここの右か。よいしょ。フックショット。よいしょ。これで？おー、素晴らしき。そして、100ルピー手に入れた。かなり嬉しい。うわ、めっちゃ嬉しいんやけど。100ルピー、100ルピーゲットしたことよりも。それ以上によね。あ、で、あっち側か。それ以上にフックショットをこうやって使いこなしよることがすごく嬉しいんだが、私。フックショット攻撃には使えんのかな？いた。なんか今まで使いおらんかった？使いおらんかったか。くんなし、くんなし。あ、仮面が剥げた。これで、どこからでも攻撃が。でもあの子ね、ちょっと可愛いけんさ、
可愛いけんちょっとね、かわいそうな気がしてしまうよね。仮面剥ぎ取るとか。イエーイ。よいしょ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 。これで、あ、とか爆弾じゃなくって、ロック調の羽の方にしとこう。これで、次こっちか。あ、これでもしかして。おー、やった！そういうことか。ここもそれでか。ここもそれで行くべきだったのか。なるほどね。は。うわー、めっちゃ嬉しい。よいしょ、よいしょ。あ、やめて。やめて。なんかちょっとこっち狙い寄るような気がした。は。いいよ。ふぅ、これ右側なんかいけるね。あ、鍵ゲット。小さな鍵を手に入れた鍵のかかった扉が開くぞ。これで多分、あの、ロックのかかったブロック？あ、ここから戻ってきたんか。なるほど。で、ふぅ。もうフックショットが嬉しくって嬉しくって。次に行くのが、あの、右側の宝箱のところかな。あれ壊せるんかな？無理だ。あ、あ、こういうこと？そうなんや。へぇー。やった妖精嬉しい。ってことはもうちょっとでボスってことかな？ですよね、きっと。ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って、攻撃受けたくない。ここ開けばいいんかな？え？何こいつ？何こいつ？え、敵？え？敵なのはわかる。敵なのはわかる。え？ボス？これ。何？喋って。目が開いた時に行けばいいとか。フックショット関係ない。フックショット、あ、関係ある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 。え、今、切れる？は切れるんかな？あ、切れる、切れる、切れる。そういうことや。なるほど。あ、怖い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 。めっちゃ怖い怖い。なに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 、急に動きが変わった。これはどの方向からでも行けるわけではないんかな。開きそう。はい。いや、ちょっと、邪魔。手前の君邪魔。あ、ダメや。やっぱりちゃんと目に当たらんとダメっぽい。は、は、は。よし。撃たれる前に。はい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 。はい、はい、はい、はい。にゃー！開けやめ。開けやめ。で、ちち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 ち。いけ！あー、ダメやった。うわー！怖い。ちょ、カニなんだからさ、ちょっとカニらしく動いて。カニらしく動いて、ちょ、くそ、まだいけない。はい。で、奥の。はい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 。こい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 。あー！こい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 。痛い痛い、体力多くないですか。よし。はい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 。あ、これ来るやつや。ですよね、いてててて。待って。待って、もう体力がだいぶ少ない。はい。やったー！一体撃破！あと一体や。あ、これ来るやつ。プルプルしよる剣来るやつ。開け。あ、違う。来ないでー。開け、開け。あ、来る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 。はい、オッケー。ててそろそろ、まだか。じゃあ、私、あとハートちょっとしかないの。開け、開け。よし。で。おっしゃー、やったね。でもこいつ名前も出てこんかった。やった。イエーイ。こいつが中ボス？マスターストルフォンは何やったん？マスターストルフォンは何だったんすかね。ちょっとよくわからないんですけども。困惑するわ。だいぶ困惑するわ。で、これで。え？これで？ちょっと待って。あれ、汚染。両方押せるわけじゃないんや。こっちだけ？よいしょ。痛い。で、とりあえず、よいしょ。
あ、違う。え？これ、あれやん。向こう側からしか無理やん。引き出せんやん。あ、マジで？そういう感じ？あ、じゃあこっちから戻るしかないんやね。あ、そっか、こっちからなら戻れるんか。これって、いた。忘れとった。普通に忘れとった。ハート消費してくなぁ。んで、こっちの方の、取りに行こう。宝箱。ほら、ここ多分1回目に戦ったところなんじゃない？この1個だけついとる。ついとるっていうか色が変わってるとこ。まあ、本当にそうかどうかは忘れたけど。あ、あっこに体力回復できる。よいしょー。ルピーかーい。50ルピー手に入れた、割と嬉しい。待って、こっちから行けるところないよね。え、待って、どうやって行くんだ、じゃあ。え？どうやって行くんですか？あそこ。行けないんですけど。行けないんですけど。マジかよ。全然行けんやないか。つらーい。つらーい。あ、ん？あ、こっちから行ける。なるほどね。そういうことね。はい、これで50ルピー。割と嬉しい。あれが、これが、ボスの部屋の鍵？違う。全然違った。小さな鍵やった。え？どこですか？まだ鍵が必要なところあったっけ？いいよ。はっ。これでとりあえず宝箱はちゃんと取れた。あ、ここを鍵で行かんといかんのか。え？ここは一体どこから行くんやっけ？あ、ここ、ん？ここから行けばいいんかな？ああ、そういうことか、そういうことか。え？で、ここにはどこから出てくるんでしたっけ？ここに入ればよかったんかな。ああ、もういろいろと頭が混乱してくる。いった。押したね、後ろから。やめてよー。よいしょ。で、この先に、まあ、フックショットを使う場所が、あるから、よいしょ。行くぜ、行くぜ、行くぜ。怖い、怖い、怖い、怖い。ハートはちゃんと回収。よいしょ。あ、これが、これがボスの部屋の鍵。やったー。はい。やったねー。ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉を開けられるぞ。嬉しい。開ける。開ける。え、ボスどんな感じなんやろう。てか、ここ、なんと、ナマズの大口？中ボス、どうした？早く戻ってきて。早く戻ってきて。マスター・スタルフォンという存在がおったけんさ。キャー、助けて。マスター・スタルフォンという存在がおったけん、めっちゃややこしかったね。あれは中ボスではないのか。さっきのカニみたいなやつが中ボス。で、次が、本当の真のボス。どんなやつ？おめえか、風の魚を起こしに来たよそもんは。誰誰誰？キシシシ、キシシシ、食っちゃう。え、人を食うのどういう、お、あ、そっか、ナマズ？ナマズか？なに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 ？なんかいろんなところから、顔が。え？ふっか。どういう向き？目つくところおかしくない？ちょちょちょ、怖っ。あ、なに？これ何かしらせんといかんのじゃない？ちょちょ。この3箇所のうちのどっかから顔が出てくる？あのトゲはなんか関係あるんかな？尻尾よね。で、出てきた時に一瞬止まるけん、その時にちょっとフックショットの準備を。やっぱ釣り出せた。で、この光よる部分を攻撃するんや。なるほど。オッケー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 。掴めた。
やり方はつかめた。なんか目変わった？気のせい？気のせいか。なんかさっき一瞬すごいうるうるした目になった気が。目変わったよね。え、てか目同じ時と変わった時があるよ。キラキラお目目の時と元々のお目目の時と。なんか動き回るのめっちゃ怖いんですけど。来い。はい、来た。だいぶ引き出した。で全然違う方向全くもって違う方向。どの辺でうろついとったらやりやすいんかな。痛いくわなかなか体力が少ないんだよ。私も体力が今来た。ダメや。くそ。ちょ待って待って。ほら目変わった今。白目と黒目が逆になりよんかな。あれはほら少女漫画に出てきそうやん。こんなキャラ出てこんやろうけどあ、ちょっとずれたでも尻尾一定の動きよね多分。あとどれぐらいですか。結構引っ張ったと思うんですけど。こっちか。あ、怖い。なんか目が違う時に引っ張り出したら何かしら違うことがあったりとかするんかな。一緒？キラキラお目目の方がなんかダメージ多く与えれるとか。女の子みたいやけん違う。出てこいよ。あっちのあっちから出てこいよ。違う。はい、来た。なにこれ。なにちょっと待って。キモキモすごいびっくりしたんやけど。もう私キラキラお目目の時引っ張り出すのやめるわすごい気持ち悪かった。普通のお顔の時に引っ張り出すね。お、やった。ちえー、悔しい。お、おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな。しお人よしなやつ。しどういうこと？お人よし？別に自分が帰りたいがためにやってることではないの。違うの。人のためなの。あー、ハートの器。これで体力全回復だね。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。嬉しい。あ、2段になったよ。鉄筋？じゃーん。マリンバやった。嵐のマリンバを見つけた。でもこういう系統の楽器は好き。いいね。音楽会とかはこういう系統の楽器をよくしよったよ。立候補して。次は？神殿。神殿に島の秘密がある。お、神殿まで行く。どこにあるん神殿？山の上とか？苦労はやってこないんですか？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、ナマズの大口。ね、なんかこんな感じやのにすごい広かったね、なんか。
めちゃくちゃ複雑やったし。でもフックショット嬉しい、だいぶ。